初富は、千葉県鎌ヶ谷市にある地名である。なお、初富のほか、初富本町、北初富、東初富、南初富についても合わせて述べる。鎌ヶ谷市の北西部から東部にかけて広がる。住居表示の実施により、現在は、北初富、初富、初富本町、東初富、南初富に分かれている。また、新鎌ヶ谷くぬぎ山。 中央、富岡なども、住居表示の実施により、初富から分かれた。このほかかつては、松戸市に、初富飛び地が存在したが、現在は、五高西の一部となっている。初富と名前のつく中で、最も面積が、狭く、最も人口が少ない地域である。北初富と名乗っているが、実際には、初富よりも南である。北西側は、 串祉先に行った、北東側は初富、東側は初富本町、南側は北中沢及び東中沢と隣接している。郵便番号は273-0126である。もっとも面積の広い地域であるが、2008年2月25日実施の新鎌ヶ谷への分割で一時期ほど広くはなくなっている。3エリアに分断されている。 郵便番号は273-0121である。1.2丁目があり、鎌ヶ谷市を呼び、初富の中央に位置する。北側は、初富、新鎌ヶ谷、東側は中央、南側は富岡、西側は東中沢と隣接している。郵便番号は273-0125である。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、 初富本町1の12の8の地点で10万7千円、平方メートルとなっている。鎌ヶ谷市で最も地価が高い。1丁目から6丁目まであり、初富の中で最も東に位置する。北側は初富、東側は東、鎌ヶ谷、白石、富士、南側は鎌ヶ谷、丸山、西側は南初富と隣接する。 郵便番号は273-0122である。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、東初富6-6-12の地点で10万千円、平方メートルとなっている。1丁目から6丁目まである。南初富と名乗っているが、実際には、東初富の方が南である。初富地域の中では最も人口の多い地区である。 北側は、初富、新鎌ヶ谷、東側は、東初富、南側は、丸山、富岡、西側は、中央と接している。郵便番号は273-0123である。住宅地の地価は、2014年1月1日の、工事地価によれば、南初富2-13-2の地点で9万2円、平方メートルとなっている。 初富地区の市街化調整区域の地価は1平米、あたり、約5万2千円である。明治新政府の手により、小金木及び桜牧の開墾が行われ、開墾地には開墾の計画順に地名が付与された。初富は、最初にあたる。他は、二羽、三崎、豊か敷、五甲、六味、七栄、八幡、九尾城、十層、十四一、十四二。 重要3である。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。初富地域は広範囲に及ぶため、鎌ヶ谷大仏駅、初富駅、新鎌ヶ谷駅、北初富駅、くぬぎ山駅、元山駅、六次駅、西白井駅が最寄り駅となる。 このうち、初富地域にある駅は、北初富駅のみである。なお、初富駅は、初富ではなく、中央に位置し、北初富駅も2014年2月までは北中沢に、所在していた。なお、くぬぎ山交差点初富交差点までは、国道464号と、県道57号線、初富交差点鎌ヶ谷消防署前の間は464号と、 船取線が重複している。町内を、鎌ケ谷市、コミュニティバス気境号が通る。初富東部と、東初富地区の風間街道には、船橋神経製バスが通る。県立鎌ケ谷西高校住所は公式ホームページに、記載。鎌ケ谷総合病院 ABCDEF、住民基本台帳人口、町長別人口、世帯数。鎌ケ谷市。 2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月16日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査国土交通省地下工事。都道府県地下調査国土交通省地下工事。 都道府県地下調査鎌ヶ谷市立小学校及び中学校の通学区域について鎌ヶ谷市。2017年11月17日閲覧中央はもともと初富から分かれた区域であるため、初富駅は本来は、初富地域の駅だったと言える。ABCDEFGHIJKLM、鎌ヶ谷市ホームページに記載。ありがとうございます。